ここはどこだ。ずいぶんと荒れた家だな。なぜ俺はこんなところにいるんだ。それにこの見覚えのない銃、腰から下げているということは俺の所持品か。ここにいても状況は変わらんな。とりあえず城下町まで行ってみるか。町は変わりないが。領民たちの様子がおかしい。避けられる理由が思い当たらん。信春さん、ようやく見つけましたよ。まさかげ。もう逃げられませんよ。まさか賊として信春さんを捕らえることになるなんて。賊？何を言って。動かないでください。この様子では話は通じないな。仕方ない、一旦引くとしよう。あ、信春さん待て。正影の様子ではこのまま城へ戻ることはできんな。しばらくここに滞在するしかないか。それにしても先ほど正影に言われた賊という言葉と敵意を持った様子気になるな。考えたくはないが、俺は賊だと思われているのか。そう考えれば領民の態度や正影の発言にも合点がいく。だとすれば誤解を解かねばならんな。正影は明日も城下町を見張る可能性がある。もう一度話すしかない。一日経ってもやはりこの空気は慣れんな。信春さん、今日こそ逃がしません。正影、俺は昨日のように逃げたりはしない。きちんと話し合おう。話し合い？何を言ってるんですか今さら。俺にはもう話すことなんてない。黙って従ってもらいます。お前はどうしてこんなことをするんだ。自分の胸に聞いてください。俺に言わせないでくれ。俺だって信春さんに銃なんて向けたくなかった。まさかげ。それ以上来るな。来たら撃つぞ。やはり話は通じないか。あと一歩。ここは？ああ、そうか。俺はここで彼女から西部劇の話を聞いていたのだった。そうか、夢だったのか。いや、なんでもない。それより寝てしまってすまなかった。大丈夫だ。それにお前の話を聞きたい。さっきの続きを話してくれないか。ああ。